はい今回は大阪万博の語られない正体と今わかっている全体予算と誰が関係しているのかこちらについてお伝えしていきます今回もよろしくお願いいたします、えー、僕はですね何回かリスナー様にお伝えさせていただいてますがこの大阪万博っていうのは絶対反対なんですねで大阪万博の本当の目的っていうのは万博それ自体ではなくその後のですね家事の I.R. それである可能性が非常に高くそのためにですね。 インフラ整備と、まあ、いうことで、公金税金を使って、えー、今回お伝えしますが、今、13兆円とも言われてるんですね、最初はですね、えー、公金税金は全く使わず、0円で始めると言っていたものが、いつの間にか1350億円になり、気づいたら1兆円になり、今、13兆円になっていると、もうはっきり言って意味がわからないんですが、あこれをまあ背後に、まあ、なんていうのかな、意図しているものがいるんですよ、それがいわゆる大阪万博のまあ正体ということで。 状態は遠丸っていいい、ううね、えー、まあそういったものである可能性が高い自民党の背後あるいは維新の背後にいるそのとうがこういったものを画策していると、まあ、そのように考えます。で、まあ、今回の話っていうのは、まあ、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですが、まあ、SNS とかでですねいろいろこの大阪万博についてさ、えー、まざ、あ、ま <coughs> なご意見がある中から 僕気になることということで、ちょっといくつかですねピックアップして、その内容について考えていこうと思いますで。この実はですね、大阪万博っていうのは、維新の会がしているっていうことになってるんですが、維新の会だけではないんですね、当然、維新の会がしている、ね、まあ、いろいろおかしいことがあるわけですよ、吉村とかね、馬場とかあるんですが、それ以外にも自民党も関係している。 あるいはです、ねまあ、その大阪万博の,、まあ、その関係者にです、ね、経団連経済同友会も入っている、まあ、そういったことも分かっているわけですね。で、そのなんて言うんでしょう、大阪万博のきっかけとなった張本人がです、ね、この日本を破壊した売国と安倍晋三なわけですよ。で、安倍晋三のです、ね、まずアベノミックスで日本経済、もうロボロになりました、そして日本国民がこのアベノミックスでじん丸した人がかなりいるということも分かっています。 トリクルダウンとか意味のわからないことを言ってますが、アベノミクスに隠れて、ですね日本からアメリカに1000兆から1500兆のお金を流していた、日本の経済なんて良くなるわけないんですよ、でさらに安倍はですね外国からの投資を呼び込むとか、まあ、そんなことを言ったりとか、インバウンドとかそういうことを言ってますが、もう話になりません、すべて日本経済のマイナスにしかならないことをしていたのが安倍、そして安倍はですね、三権分立を徹底的に破壊していたんですね。 安倍が日本の行政を牛耳り、司法を牛耳り、立法を徹底無視して、そういったことをしていた、その安倍です。安倍の時から、もう日本の三権分立、あるいはですね司法とかっていうのは機能しなくなってるわけですよ。で、まあ、アベノミクスっていうね、愚策をやって日本経済を崩壊したっていうのもそうですし、憲法違反して、どん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 軍拡を、まあ、推し進めていたのも安倍、そしてそれを岸田が今、継承してるっていうのが、この今の日本の現状なわけですね。 で日本には今もう主権がないんですよ。主権があまあもともとね、属国日本ということで米にあったんですが、完全にもう日本の主権を、まあ、米に、えー、明け渡していると、そのように考えられます。まあ米あるいは遠ルっていうね、そういったものに、えー、明け渡していると考えられる。ねまずです、ね 気になるところなんですが、全体予算という話なんですが、例えばですね、前もお話ししましたが、明石の元市長、泉房穂が、ですね全体予算を縮小すればいいとかって言ってるんですが、これもですね SNS に投稿されてる一般人の方がいらして、ですね、まあ、こういった、僕は10兆円ぐらいだと思っていたんですが、万博費用の全体像、約13兆円ということですね。 政府が公表したものの合算で,です、ね、いろいろ細かいところを計算する13兆円になるということですよ。もともと、ね、税金公金はゼロ、そしてそれが1350億、今度飛んで1兆、そして今では13兆に来ていると、日本国民がです、ね、生活が厳しいし、大阪万博に反対している中、うん、13兆の予算、何やってんのって話ですよ。その泉房穂がです、ね、万博の予予算算内に収まればって予算ってて何ですかって 予算もともとね、えー、ゼロだったんじゃないのわかんないけどそれがどんどん増えて今じゃ13兆ですよこんなこと許されるわけないじゃないですか。 で空飛ぶ車とか言ってね、車なんて空飛びませんから、意味のわからないこと言ってで、そういったものも大阪万博において、えー、まあ各,各省庁がそういったものを、まあ、いろんなことを盛り込んだ事業,その事業費用があるってこれが3.4兆円ということで、僕は多分見たときはです、ね、10兆円っていうのはお、おそらくこの空飛ぶ車とか、まあ、飛ばないですけど、車が、そんなもののお金がなかったんですが、 この方が投稿されているように、その空飛ぶ車のお金を含むと、それが3.4兆円、これを合わせ総額13兆円、今、かかると言われています、大阪万博。完全に日本経済が積みますね。ただでさえ、今の時点で相当厳しい経済状況ですが、こんなものに13兆公金税金を使ったら積みますね。そしてそれを日本国民、大阪だけじゃないですかね。日本国民全員に増税という形で課す。 そういったことがもう分かっている言われているわけですよ令和の大石彦さんが少なからず大阪府民には一人7兆円かあ一人7万円からですね11万円家族がいたらかけるその人数分になるっていうことでもう相当額のこれ負担を背負わないといけない国民がねでじゃ この気になるんですが大阪万博っていうのはこれどういうふうにして決まったのかとこれもですね比較的、まあ、有名な話であるといえば有名な話なんですが今回はそこのフォロー的な内容もあったんでそちらを考えていいこうと思います大阪万博を決めたのはですね自民党の安倍晋三、まあ、菅義偉とですね維新の会の松井、橋本この4人で決めたんですよ。 しかも、酒の席で決めたんですね、えー。まあ、どういう経緯か知りませんけど、ねえー、こんなのはどうでしょうかって言ったのか、何だか知りませんけど、えー、こ,これらの4人の背後には遠丸がいると思いますが、それで決めた大阪万博、そしてその万博の後の火事の IR が本当の目的であると。そして えー、これがですねちょっとあ僕は初めて知ったんで、えーまあ、こんなことがあったのかっていうことなんですが大阪万博を応援してる人がいるっていうことなんですね、えー、吉本の、えー、大崎宏っていう会長をこれがですね大阪万博を応援していると確かに、えー、大阪ではですね吉本興業維新の会の背後についていて芸人と親しいっていことも分かってますがあともう一つですねとうま、ん、るこのとーまる、あ、が応援してるとでここを、あのー、気づく人って本当ね、えー、すごくかわいい 詳しくてすごいなと思うんで、だこういったところからも、この人物にも気をつけた方がいいと思うんですが、吉本興業、大崎宏会長の友達、親友がですね、日本保守党の百田直樹と、そのようにあります。僕はこのことについては分かりませんが、おそらく本当であると思います。百田直樹っていうのは、安倍応援団ですね。だ安倍応援団、マ丸関係者がここら辺にずらっと名を連ねて、この日本経済を破壊する大阪万博を進めているということですね。 安倍応援団の集まりっていうことです。で、これ何が今問題になってるのかと,いうと、当然予算のことが問題になっておりますが。 そのた度にしてるこの大阪万博を誘致した者たちがですね今あいなくなってるっていうことなんですよ例えば橋本徹今コメンテーターとしてますよね、えー、その政治家ではなくコメンテーターとして、まあ、おかしいことよく言ってますが橋本徹で松井一郎も今別に政治家ではないですよね安倍晋三はあのように言ってますが、まあ、菅義偉がいるんで、えーまあ、菅を、まあ、追及するっていうことが、まあ、できるかもしれないんですけれども 誰もまあ、この大阪万博を計画したものが今、その職についていない、その政府とかの役職についていない、それが問題であるっていう、そういった意見もあります。僕もそう思います。で 大阪万博といえば維新の会がしている。まあ確かにそうなんですが、ここまでの流れからお分かりのように、維新の会と自民党も一緒にしていると。そして背後に東丸がいるっていう話なんですが、こちらも以前にちょっとお伝えしたことがあるんですが、また今回もこの話が話題に出ておりましたので、こちらを考えていきます。あの、無駄なですね、350億円のでかいリングっていう屋根がありますが、あれを上から見るとですねですね、 大阪万博の形がですね、東丸のロゴと非常に告知にしているんですよ。だから、あ,あの、むだな350億の、まあ、巨大リングを作ろうとしてるんじゃないかと、明らかにどう考えても無駄でありますが、岸田もそれを最終決定したと、でえー、このことについて、ちょっと面白いツッコミがありまして、万博ならぬ壺白化ってね、えー、東丸って壺ですから、壺白化って言われている。 あるいは大阪万博と東丸のマークが上から見るとそっくりですねって、まあ、自民党と東丸のマークもそっくりなんですよであるいは上から見ると分かるようなそういう仕立てにするためにこの350億の無駄なリングをつけているんじゃないかとかそういった声もあるんですね、うん、だから上から見るとですね大阪万博のそれはですね東丸のロゴにそっくりであるっていうことでこういう無駄なこと本当に日本経済が崩壊するような こといいうこ今もなお継続し続しけているっていうことで,すで、すもう一回、えー、繰り返しますが、最初はですね、公金税金はあ使わないっていう体だったものが、気がついたら1350億円、抗、えー、金税金を使うことになっていたあ、気づいたらそれが1兆円になっていた、えー、そしてインフラ、なん、ね、だかんだと、その夢島のね、えー、そのマヨネーズ地盤を直すとか、そんなのも含めて、あ,あるいはね、知りませんけど、車が揃ったわけねえだろうと思いますが、そういったものを含めて、なんと今現在13兆円。 終わっててますよ本当ににどうかしてるこれ普通にでこれを全然、えー、こういう、まあ、僕はあ言ってますしリスナーさんも多分思うと思うんですがこれを言わない人間ってのは多分これを知ってんですよこの東丸が背後にいるとか、うん、この安倍晋三とかね安倍応援団かもしれませんね、うん、だから、えー、もう国民としてはですね、まあ、どうにかこうにかしてなんとかしてのこの大阪万博あるいはですねその後の火事の IR を中止させなければいけないんですね。 だからああのまあ、この大阪万博の件、ですね、えー、僕は大反対なので、まあ、ニュースを見つけたらあ、ね、分かる限りお伝えさせていただいているんですが、まあ、大阪万博、絶対反対、えー、カジノ IR、絶対反対です、そして、ですねこの万博に、えー、まあのらりくらり態度を示す人間であったり、あるいはですね万博肯定派っていうのは、あ本当にこのこの言い方が正しいのかどうか分かりませんが、遠丸関係者とかね、えー、安倍応援団である可能性が非常に高いと僕は思います。 だってこれらの理由から考えてやる理由全くないじゃないですか。13兆円という無駄な金を使って、ね、本当国が傾いてまでやるようなことではないと、まあ、僕はそのように思いますということで今回はちょっと調べて分かったことをです、ね、お伝えさせていただきました。またこの大阪万博についてです、ね、何か分かりましたらお伝えさせていただこうと思うので今回はここで終わります。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。